こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は奈良県桜井市にございますリビエールのですね、2階部分 2LDK のお部屋をご紹介させていただきます。今回見ていただくこちらのお部屋なんですけどもね、ちょっと現地でですね、電気の方を上げてみたんですけども、ちょっと元からですね、電気の方が止まっておりまして、少し薄暗く映ってしまうかもしれないんですけども、申し訳ないです。ご了承ください。早速ね、こちらのリビングのご紹介から始めていきます。リビング、すごい大きさですね。すごい開放感がありますね。結構な広さは何畳ぐらいあるんですかね。12畳ぐらいは余裕であると思います。こちらのね、リビングの方にはこのような収納がですね、大きいのと小さいのと2つついております。非常に使い勝手いいと思います。その収納のすぐ上にはですね、このようなエアコンがついておりまして、こちらのエアコンの方も設備となっております。こちらがバルコニーですね。はい、バルコニーの方もね、日当たり抜群だと思いますよ。こちらがキッチンになります。キッチンなんですけどもね、綺麗なキッチン入れ替えております。こちらね、シンクも大きさ十分ありますし、調理スペースもございます。ガスレンジ置き場もね、なんか便利な、そう、大きさであったりしますし、横にね、窓があるのもいいですね、風通しという意味では。下にも収納しっかりとってますし、上にもね、このような感じで収納とっております。はい、こちらお隣が水回りになるんですけどもね、水回りが少し暗いんですが、こちら洗面台ですね。奥がおトイレです。はい、反対側にね、お風呂がございまして、お風呂がちょっと一番暗く映っちゃうかもしれないんですけども、それではね、玄関前、こちら側ご紹介していきますね。こちらはモニターホンとなっております。ちょっとね、玄関今明るくするために開けてるんですけども、はい、こちらでタバコとちゃんとついております。はい、すぐ右側のお部屋、洋室ですね。こちらのお部屋でおおむね6畳ほどの大きさだと思います。続きまして、こちらのお部屋、先ほどのリビングのすぐ隣のお部屋ですね。こちらも大体6畳ほどの大きさになります。今回見ていただいているのはね、角部屋になりますので、このような窓がついております。何時ですかね、チャイム鳴ってますね。子供がね、多分たくさんこの辺り、小学校が近いということでいると思うので、非常に住みやすい立地になっていると思います。詳細の方をですね、私ども賃貸の正木のホームページで確認いただいて、お早めのお問い合わせお待ちいたしております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。